ジャンヌ・ダルクは、フランス海軍が1926年度海軍整備計画において、第二次世界大戦前に建造した、練習巡洋艦である。艦名は、ジャンヌ・ダルクにちなむ。1902年に収益を開始した初代については、ジャンヌ・ダルクを参照。本艦の竣工まで、フランス海軍には、練習巡洋艦と呼ばれる艦種は存在せず、 士官候補生の遠洋航海訓練には走行巡洋艦を使用していた。しかし、第一次世界大戦で戦団護衛任務で酷使された走行巡洋艦は老朽化が目立っていたため、ここにフランス海軍は新たに練習巡洋艦を建造することとしたのである。本艦の設計は、機雷不設任務に特化したプリュートによりも本格系巡洋艦として建造された、 デュゲートルーアン休憩巡洋用館をタイプシップに取り、魚雷兵装を現じて浮いた重量を士官候補生と訓練士官の居住施設や授業用の教室区画に当てた。さらに6000トン台の小型の船体を有効活用するため、原則の開口部には2層式のプロムナードデッキを設けている。本館の関係図。船体形式は デュゲートルーアン休憩巡洋館と同じく選手郎型である。軽く視野のついた監首甲板から1920年型15.5センチメートル砲を連装砲塔に収め1.2番手砲塔を背負い式で2機、箱型環境を基部に持つ軽量な三脚小、シフト機関配置のため間隔の空いた日本煙突の中間点に関西艇の要衆クレーンがあり、 周りは、関西亭置き場となっていた。二番煙突の背後には、水蒸気二機が置かれ、簡便の単脚水の基部に二体のジブクレーンにより、関西機は水面に下ろされて運用された。水の背後に、主砲と二機を後ろ向きで背負い式に配置した。原則には、上下二列に丸い幻想が並ぶが、これは、国書の植民地で乗員が熱射病にやられないように、 数風を考えてのことである。左右の原則乾板には、1922年型7 5トル広角砲を、単装砲形式で、左右に機ずつ、計4機装備する。また、来装として、プロムナードデッキ下層の原則に5 5トル単装水上魚雷発射管を、片元2機ずつの計2機2門を配置した。手法は、新設計の、 1920年型 15.5cm 砲を採用した。砲身は当時の最新技術である磁金砲身を採用し製造にいち早く成功した。砲の旋回、不行動力は電動方式を採用し1927年に射撃砲位板が取り付けられ砲位板完成による効果的な射撃が可能になった。他に対空砲として 1922年型 7.5cm 広角砲が採用された。この砲は町名で続くシュフラン級と千里巡洋艦にも搭載された。他にはオチキス射星 37mm 連装機関砲2機と 13.2mm 機銃が12丁が載せられている。なお、1940年に自由フランス軍に編入された折に、 対空火力が増備され、ボフォース 40mm 単装機関砲6機と、エリコン 20mm 単装機銃20丁と、連合国製対空レーダーにより射撃完成された。艦隊は、艦首構造に高速航行に適した、クリッパーバウを採用しており、艦首から、艦胸部までが一段高い選手郎型を採用しているが、これは、波の荒い北。 大西洋やインド洋での長距離作戦公開を考慮したためである原則走行は存在せず、甲板防御に 20mm の走行を張り、玉火薬庫や打機室など主要防御部にボックス下デルと呼ばれる 20mm 走行板で囲む軽防御方式をとっている。その代わり機関区画への重角壁と細分化された水密区画により、 水泉下植来時の浸水被害の極限化を図っていた。また、高い還元は、高天時の航海で横風をはらむ危険性を持っており、風の影響を受けやすかった。管室、機関分離配置も、デュゲートルーアン休憩順位要管と同様である。主管には、ペノエ式重油線浄水管管4機を採用し、主揮管には、パーソンズ式、 ギアードタービン2機を組み合わせた結果、大焼け身において、最大出力32,500馬力、速力27.8ノットを発揮し、抵抗の少ない船体により、常時23ノットで高速順移行することができた。安定性の高いボイラーと、オーソドックスなギアードタービン2であり、航続性能は14.5ノットで5000回りであった。フランス巡洋艦はこのクラスの春高時から、 水蒸気運用能力を持つようになり、水蒸気2機を運用した。なお、これらの装備は1943年頃から撤去され、対空設備を増備するためのスペースに充てられた。ありがとうございます。